K チャンネルのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。一つですね、今日皆さんにお話をさせていただきたいなと思っていることが実はありまして、何かというと、今出させていただきましたけども、新考察秋篠宮ということで、今まで私も秋篠宮家に対しては様々な考察を行ってきております。今日はですね、これまで明かされた事実をもとに、これまでとは違う視点での考察を皆さんに聞いていただければなと思って、こちらをお話しさせていただこうとおりますので、聞いていただけるとありがたいかなと思っております。経験問題を発端に複雑化しているこの結婚問題、皇室全体を巻き込んで、皇室の存続が危ぶまれる事態にまで発展しているのは皆さんもご存知の通りかとは思います。で、この責任は小室家や眞子様だけではなくて、秋篠宮家の当主の文枝と親王殿下の責任でもあると私は思っています。その結婚問題について、私はこれまでね、宮内庁に抗議電話をさせていただきまして、その宮内庁の職員の方々の対応に対して、まあ、憤りを感じていたのは、皆さんもご存知の通りかとは思います。その流れで、宮内庁の責任はどうなのか、これまで宮内庁の責任を求めるような話もしてきました。ですけど、もし仮に宮内庁の方々が秋篠宮家にこれまでも働きかけていて、それを秋篠宮家が無視をしているとしたらどうなのかなっていう話。例えば、仕事の内容、仕事上の話、その中で、話せることが制限されているとしたらどうなんだろうなっていうこともちょっとは考えたんですね。で、そういう見方を変えていくと、また新たな事実が見えてくるのかもしれないなと思って、今日は職員がもし秋篠宮家に対してこれまでもいろいろな働きかけを行っていて、それを無視してきたっていうことを前提にちょっといろいろ考えていったらどうかなというところで考察をしていきたいと思っております。宮内庁はですね、公務ですとか、業務をサポートする行政機関なんですね。ですから、現状の法律で皇族方に意見ができたとしても、それを従わせるだけの権限は、宮内庁にはないんですね。例えば、宮内庁の職員の方々が、今回の件もそうですけど、皇族方の、ちょっとこれって考え方おかしいんじゃないかな、国民の思いに反した動きをしているんじゃないかなっていうことで、仮に皇族を持った発言、冷めるような話をされたとしても、無視してしまわれれば、そこまでなんですよね。言っても従わなければ何も変わらない。で、皇族が何かをやると決めたら、宮内庁の方々は従うしかないっていうことも、その電話の中でも私は感じたんですよね。ですから、現在の法律では、宮内庁として皇族の言動ですとかに対して抗う術っていうのはないっていうことも、一つ問題としてあるんじゃないかなというふうに思います。私も宮内庁に公表をしていないからこそメディアに言うように嘘なのか本当なのかわからない情報を流されて国民を煽っている。だからこそ宮内庁の責任でもあるんじゃないかと、決まっていないことであっても途中経過であっても公表すべきではないかと抗議をさせていただいたんですけれども、どうやら宮内庁としては決まったことしか公表できないということもあるようなんですね。で、それはやっぱりこれまでの抗議電話を振り返って整理していくと思い当たるところもあるので、おそらく決まったことしか公表できないっていう立場もあるからこそ、今の現状になっているんじゃないかなっていうふうにも感じるんです。現状、宮内庁職員たちの善意、例えば何かを働きかけてるっていうことが行われているとしたら、その善意は秋篠宮家に完全に無視されているわけなので、正直何も決まっていない状況で何も発表することがない、公表できることがないっていうのも事実だと思うんですね。ただそれをいいことに、各メディア、そして今話題の忖度ジャーナリスト山下氏は、結婚は既定路線だとか、結婚の準備が着々と進んでいるなどといった報道で、私たち国民を翻弄しているんですよね。だからこそ宮内庁の方々にはきちっと公表してほしいっていう願いもあるんですけれども、まあ、ただそれができないっていう立場的な部分っていうのもあるんじゃないかなっていうふうには感じています。宮内庁のそもそもの思いって何だろうなと思っていろいろ考えてみたんですけど、伝統のない前例を作りたくないということも一つあるのは報道されている通りですね。皇室の尊厳を守りたいっていう思いは一
人にはよるとは思いますけど、少なくとも宮内庁としてはそういう思いを持って業務に当たっているんではないかなというふうにも取れるんです。だからこそ、そんな宮内庁が皇室の悪式前例となる小室圭さんと眞子さまの結婚を容認するはずがないとも思うんですね、そういう宮内庁であれば。なぜかっていうと、この結婚によって皇室の崩壊を招くことも考えられるので、将来的なことも含め、今の現状のことも含め、宮内庁がその結婚という選択肢を許すわけはないなというふうにもやっぱり考えるので、否定路線だのいろいろな話が出ていますけど、やっぱり宮内庁としては前例を作りたくないから、納采の儀ですとか朝見の儀といった儀式を通常通り行って、通常の流れの中で結婚をするような話も出ていましたけども、やっぱりそれはフェイクニュースなんではないかなというふうにも私も感じます。でも巷では結婚は規定路線だとかっていう報道もされているわけなんですけども、これはもしかすると秋篠宮家による情報操作ではないのかなっていうふうにも感じられるんですよね。だからその宮内庁としてはそういう方向に持っていきたくない、でも秋篠宮家としてはそういう動きを取っていきたいからこそ、山下さんですね、忖度ジャーナリストの山下さんを使ってそういった情報をルフしているんではないかなというふうにも感じられます。最近の報道の傾向を見ていると、これはあながち間違いではないかなというふうには私は考えています。じゃあ秋篠宮家の誰がそれを先導しているかっていう話になるんですけども、まあここはズバリ私の考えは紀子様ですよ、紀子様の雅子様に対するコンプレックスですよね。もしかするとこの結婚とこの久子様の即位っていうのが結びついているんじゃないかなっていうふうには考えられます。紀子様が小室圭さんに期待しているとしたら、本日はここまでです。今後も皇室についての情報を私の独自の考察も交えながらお届けしていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また通知が届くようにチャンネル登録と合わせてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。